学芸員とは日本の博物館法に定められた博物館における専門的職員及びその職に就くための国家資格のことである。学芸員の職については博物館法の第4条第3項に定めがあり、博物館に専門的職員として学芸員を置くとされている。また、学芸員運歩という職もあり、学芸員歩は 学芸員の職務を助けるために、博物館に置かれる職である。なお、ここでいう、博物館とは、歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する資料を扱う機関のことであり、博物館の名称を持つ、施設のほかにも、美術館なども含まれている。学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業に、 ついての専門的事項を司る。一般に学芸員が行う職務の類型は研究、調査、収集、展示普及、保存、管理とされ、展示普及においては社会教育施設における教育従事者としての立場も含まれる。日本の学芸員は多様な業務を集約して果たさなければならない場合が多い。そのため実際には人手不足の折、 力仕事までこなす例もよくあるが、これも館の性質や人員体制、業務内容によって異なる。高価な対策の運搬、移動、取扱いとともに、キュレーションに至っては一番作品に肉薄し、緊張を迫られる立場にある。展覧会中は、キュレーション、接客応対などの業務に当たりながら、一方で次の企画展の展開を練り、 終了後は次の展示を即座に開始し、その間に常設展示の内容を変えるなど、多種多様かつ専門的な業務を同時並行で進めることが求められる。生物系生物系の学芸員の最も基礎的な職務は、自然界に存在する生物の種の形態形質、分布とそれらの変異幅の物証となる標本の蓄積と管理である。特に種の記載の基準となる。 タイプ標本の保管はタイプ標本を所蔵する博物館の国際的責務となる。勤務する博物館がローカルなものである場合には対象範囲は地域の生物省の標本蓄積を伴う記録事業であるしより大規模な地域を対象とする館である場合にはナショナルあるいは国際的なインベントリーを行うことになる。ローカルなインベントリーを施行する館であっても 学芸員の中核的な専門分野に関しては、より進化した分類学的研究を行うため、比較研究を全地球規模で展開せざるを得ず、インターナショナルな資料収集が行われることになることが多い。つまり、地方自治対立の博物館の学芸員はその館の設立母体である自治体の範囲及び、 その範囲と生物地理学的に関連の深い地域を対象として、動植物、菌類などの標本を収集、整理、研究を行い、なおかつ自分自身の専門分野の生物群に関しては、より国際的な分類学研究に当たるということが多い。また、財団法人などによって設立された特定のテーマを持つ博物館では、そのテーマに関して、 国際的な資料収集を行っているケースが多い。こうした基礎業務上、学芸員は何らかの生物群に関する分類学研究者、あるいは分類学のトレーニングを、ある程度受けたものがつくことが望ましいが、現代日本の大学教育で分類学研究者の養成体制が弱体化していること、博物館に地域の環境教育の拠点としての機能が強く、 求められるようになり、そうした専門性を期待できる学芸員が必要とされてきていることなどもあって、同じ野外系生物学の生態学を専攻したものが生物系学芸員の職に就くことも多くなっている。生態学の専門知識を持つ学芸員には、環境教育の基礎情報となる地域の生態系に関する基礎調査が求められるが、同時にその地域の生態系が 地域社会の人間生活と歴史的にいかなる関係を築いてきたかを解明する必要があり、里山研究などの形で人文系学芸員とかなり近接した研究活動を行うことも多くなってきている。天文系大規模な博物館では学芸員、主任学芸員、専門学芸員、上席学芸員、課長副官長官長という研究所の研究者と 同様な職会を持つ場合がある。しかし、実情ではしばしば予算不足により、人員的に学芸員の数が不足しているところもあり、また、学芸担当職員はいるが、学芸員としての資格を持っていないケースもある。博物館類似施設などは、学芸員のいない施設もある。しかし、学芸員の配置は、博物館法に定めるところの登録博物館。 あるいは博物館相当施設でない限りは必ずしも規定されたものではない。一方で国立博物館は博物館法に定める定義での博物館ではないため学芸員は存在せずに研究員あるいは教授や准教授などが学芸員の職務に当たる場合もある。学芸員となる資格は文部科学省が所管する国家資格でもある。資格習得に当たっては 博物館法が定めるところにより、大学において、所定の博物館に関する科目の単位を習得すること、または単位習得に相当すると認められる実務経験などによって、文部科学省の認定を受けることが必要である。したがって、学芸員の分野は、各々の学芸員の専門性によって多岐にわたり、主なところでは、美術史、考古学、民族学、自然史、 科学、生物学、古生物学、地学、宇宙、天文学等がある。博物館法第5条第1項第3号の規定に基づいて文部科学省が実施する学芸員資格認定において認定されれば学芸員の資格を得ることができる。具体的な認定の方法として試験を受けて合格することで資格を得られる試験認定と 論文などの審査を行い博物館に関する学識や業績があると認められれば資格を得られる無試験認定がある。試験認定については受験資格が定められており、受験科目は博物館学等に関する必須科目と考古学や自然科学史などから選択する選択科目がある。大学等において指定の単位を収めているものは当該科目の受験が免除される。 なお、試験に合格しても学芸員運の職に1年以上従事しなければ学芸員となることはできず、その場合、効力条件付きの合格証書が交付されることになる。博物館法第5条第1項第1号には、学士の学位を有するもので、大学において文部科学省令で定める、博物館に関する科目の単位を習得したものと定められている。つまり、 文部科学省令に定められている単位を大学在学中に習得すれば大学卒業と同時に学芸員の資格を得られるのである。具体的には博物館法施行規則に博物館に関する科目が定められている。なお2009年4月に施行規則が一部改正され2012年4月より科目及び単位に変更が生じる。以下に 変更前と変更後の科目と単位について示す。改正前の規定では、統合科目規定が設置され、博物館学外論、博物館経営論、博物館資料論、博物館情報論については4科目を統合した。博物館学の単位をもって、博物館経営論、博物館資料論、博物館情報論については3科目を統合した。 博物館学学論の単位をもってそれぞれ変えることができた。大学の通信教育でも資格取得ができる。スクーリングや博物館実習が必修である。早稲田大学で学芸員資格取得の講習が開講されていたが2018年度をもって終了した。博物館法第6条では学校教育法第90条第1項の規定により 大学に入学することのできる者は学芸員補となる資格を有する。と規定されている。すなわち高等学校及び中等教育学校を卒業した者や高等学校、卒業程度認定試験を及び大学、入学資格検定に合格した者などは学芸員補となる資格を有している。日本各地に多数の公立、私立の博物館が存在する。 箱物行政により、建物は比較的容易に立つが、人的な面ではおざなりにされてきた傾向が強かった。さらに、近年の地方公共団体の財政悪化で、老朽化した建物の改築も、ままならず、人的補充が全くなされない、博物館も多く、学芸員資格を有していても博物館に就職するのは常に困難を伴っている。美術分野における、 学芸員は美術展の企画、所蔵品の選択、ワークショップなどの美術普及活動を行う専門的な職員である。しかし実際には人手不足の折、力仕事までこなす、何でも嫌になっているというのが実情という話もよく耳にする。通常、学芸員にはそれぞれ一つまたは複数の専門の分野があり、その専門分野は その学芸員が所属している美術館等の企画や収集と極めて密接な関係にある。例えば写真が専門である学芸員がいる美術館では通常写真作品の収集に力を入れており、また写真の企画がなされる可能性も高い。時々なぜあの美術館であんな写真の企画がなされるのだろうかと不思議なケースがあるが、それはその美術館に 写真専門の学芸員がいるということがその理由であることが多い。逆に写真を専門とする、または少なくとも副次的に写真を専門とする学芸員がいない美術館では写真の企画はまずなされない。なぜならば写真を扱える担当者がいない美術館に写真作品を任せられるはずがないからである。したがって美術のある分野に興味があり、 その分野について強い美術館を知るためには、その分野について専門の学芸員を知らねばならない。そして、そのような学芸員が所属している美術館こそ、その分野について強い美術館であるということが言える。しかし、以上のような認識は、専門家か一部の美術ファンにしかないため、学芸員の情報は通常は存在せず、一般的に知る手段もない。 これに関しては、学芸員は、大学の教授などと異なり、美術関東の所属機関側が、その独立性を認めないことが多く、そういった情報のルフを妨げている。学芸員自身が、余計な業務の増加等を恐れて、そういった情報のルフを嫌っている。学芸員は、タレントや政治家などといった、多数の目にさらされる人々とは全く異なり、 そういった情報のルフにより、プライバシーの侵害の恐れがあるため、ルフがなされない。というような指摘もある。同じ日本の博物館施設でも、自然史系博物館、歴史系博物館、民族学系博物館では、学芸員の専門に応じた一般向けの講座や児童、生徒向けの教室がしばしば開かれており、そうした講座、教室のテーマ動向などによって、 学芸員の専門動向を比較的容易に知ることができる。しかし、日本の美術系施設では、ワークショップ形式のイベントを取り入れている現代、美術系の施設を除くと、そうした情報取得が比較的困難である。なお、もちろん、国立などの大きな美術館、博物館であれば、学芸員に相当する専門職員も多く、美術のほとんどの分野をカバーできるはずであるが、 学芸員制度を取る、私立、公立の美術館で、そのような、恵まれた施設は稀であろう。歴史分野の学芸員も、多くの博物館では、人員不足から少人数で、研究活動や収蔵した資料の整理目録化は、もちろんのこと、展示の企画、展示物の選定、沈釈、図録用の写真撮影、図録や観光物の執筆、編集、 実際の展示まで行っている。また、歴史分野は、競技の歴史分野と、考古分野と、民族分野に大きく分けられ、歴史分野はさらに時代別に細分される。一人でこの多分野を網羅できる学芸員はまずいない。そこで、都道府県立級の歴史系博物館では、各分野の担当職員を一人ずつ置く場合もあるが、市町村立級の博物館では一人ないしは二人の、 職員が多分野を担当せざるを得ない。博物館の専門的職員は、博物館法施行規則に定められた要件を満たす、学芸員資格の保持者でなければならない。学芸員資格には、専門分野ごとの種別はないが、博物館の効果的な運用のためには、その博物館の理念、地域特性、収蔵品の傾向などに適した。 専門分野の人材を採用することが望ましい。都道府県立の博物館の多くは教育委員会の主管であるが、中には学芸員の採用試験は行わずに教員として採用されたものを一定期間配属するところもある。この場合、調査研究よりむしろ社会教育的な傾向が強くなる。また、市町村立の博物館では、 学芸員として採用する場合であっても、一般職に移動する場合があるという条件が、伏せられている場合や、学芸員資格保持者を、食卓や臨時職員として雇用している場合もある。学芸員資格に関する改正の議論が、文部科学省のこれからの博物館のあり方に関する、検討協力者会議により行われ、次のような趣旨の改正案が作成された。しかし、 案は棚上げされ、2012年現在で実現の見通しは立っていない。2017年4月に文化財などを観光資源にしようと考える山本構造地方、創生担当大臣が、それを妨げる存在として、学芸員はガンダとの趣旨の発言をし、学芸員の価値を理解していない。学芸員の仕事には観光振興は含まれない。など、 博物館などの関係者から猛反発を受ける事態が生じた。ありがとうございます。